こんにちは、エルバスファームです。突然ですが、皆さんはこのような陶器の器を見て、これを植木鉢に変えられないかと考えたことはありませんか？僕はよく素敵な器を見ると、これに底穴が開いていたら素敵な植木鉢になるのにな、なんてことを考えます。実は結構簡単にこのように底穴を開ける方法があります。そこで今回は、普段使っていない食器だったりお気に入りの器を植木鉢に変える方法をご紹介したいと思います。ではまずは使うものをご紹介します。まず底穴を開けたい器、そしてダイヤモンドホールソー、電動ドリル、水差し、タオル、あとマスク、メガネ、手袋です。この中で聞き慣れないものがこのダイヤモンドホールソーだと思います。ダイヤモンドホールソーは、工業用のダイヤモンドがステンレス製のドリルの先端に散りばめられているものです。これを使うと、とても簡単に陶器などに穴を開けることができます。陶器が分厚かったり耐久性のあるしっかりとしたものを使いたい場合以外は、 Amazon でこのようなセットが格安で手に入るのでおすすめです。ただその分すぐにダメになると思います。続いて電動ドリルです。インパクトドライバーはパワーがありすぎて割れてしまう可能性があるので、一般的なドリルドライバーがおすすめです。水差しは摩擦熱を軽減させるために使います。一点に熱が集中してしまうと、ダイヤモンドホールソーの寿命が短くなるほか、熱で陶器が割れてしまう可能性も出てきます。タオルはクッションとして使用します。作業中滑ることもあるので、滑りにくいものがあればできればおすすめです。マスクや手袋、メガネは怪我をしないために使用します。いきなりお気に入りの器からチャレンジして失敗すると残念ですので、最初は普段使っていないものから試してみることをお勧めします。ではこれらを使ってやっていきたいと思います。実際に作業に入る前に作業手順をざっとご説明します。まずは陶器をマットの上に逆さまに置きます。陶器はとても滑りやすいので、いきなり直角に当てても滑ってきれいに穴が開けられません。そのため、まずは斜めに当てて回転させながら傷をつけます。傷をつけることで引っかかる場所を作り、滑らず削ることができるようになります。傷がついたら徐々にドリルを起こして直角に当てていきます。ここから水を差しながら徐々に削っていきます。ドリルの形に丸く傷がついたら、あとは根気よく削っていくだけです。ポイントは力任せに押し当てるのではなく、徐々に削り取っていくことです。突然穴が開いて体勢を崩すことがありますので、最後まで気を抜かずに気をつけてやっていきます。では早速やっていきたいと思います。ここに傷ができました。この傷を起点にして、徐々にドリルを起こし直角に当てていきます。はい、これで穴が開きました。ちょっと曲がってしまいましたが、これはこれで良しとしたいと思います。
ではせっかくですので、この穴が開いた2つの植木鉢を使って植物を植えてみたいと思います。ではこちらの器にはオベサ、こちらの器にはハオルチアを植えてみたいと思います。こんな感じでできました。今回はお気に入りの器や使っていない食器を使って底穴を開けて植木鉢に変える方法をご紹介しました。道具があればとても簡単にできる作業ですので、ぜひチャレンジしてみてください。ただくれぐれも怪我をしないように注意してください。ではこの動画が参考になったと思ってくださった方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。